衆議院の3つの補欠選挙が全敗に終わったことで、岸田首相の政権運営はさらに厳しさを増し、今の国会中の衆議院の解散、総選挙は難しくなったと見られている。一方で、自民党内ではすぐには、岸田卸しは起きないとの声が強い。なぜなのか補選全敗の岸田政権への影響を分析、解説する。十八日に投開票が行われた。 衆議院の3つの補欠選挙は2つの不選輩を含め自民党の3敗全敗に終わった保守王国で自民党の牙城として知られる島根でも党の公認候補が敗れたことで岸田首相の政権運営はますます厳しさを増し自民党内からは今の国会中の衆議院の解散総選挙は相当難しくなったといった声や岸田首相が トップのままでは、衆議院選挙はとても戦えないとの声が上がっている。特に選挙戦最終日の27日土曜日に、岸田首相が周囲に慎重な意見があるのを押し切る形で、島根に二度目の応援に入りながら敗れたことは、今後、首相の求心力低下につながる可能性もありそうだ。さらに、岸田首相と距離がある、いわゆる非主流派の議員からは、 岸田おろしの動きが始まる、政局含みの展開になるとの声も上がっている。ただ、自民党内ではすぐには、岸田おろしの動きは起こらないだろうと見ている、党幹部や議員が多い。なぜなのか理由として、大きく4つ挙げられる。1、選挙期間中から劣勢が伝えられ、全敗はすでに折り込み済みだったから。2、 自民党党全体の責任で党内で内ガガタガタしている、余裕すらないから3大型連休に入り岸田首相がフランスブラジルなどを訪問し野党が国会などで追及することがないから4非主流派側も岸田卸の主戦場は今ではなく9月までにある自民党総裁選だと判断しているからとはいえこの苦境を岸田首相は どうやって打開してしいくのか。首相の側近議員や政権幹部らが必要だと指摘しているのが、補選敗北の責任を明確にし局面を打開するための党役員人事というものだ。複数の自民党議員が、補選全敗したのに幹事長が責任を取らないのはありえないと指摘していて、具体的には茂木幹事長の責任問題が浮上すると言われている。 一方、立憲民主党は、補選参戦前哨の勢いに乗って、岸田政権への攻勢を強め、岸田首相のままで早期の解散総選挙に追い込みたい、考えだ。こうした中、後半国会の最大のポイントとなっているのが、自民党の裏金事件を受けて議論されている、政治資金規制法の改正を実現できるかという、点だ。岸田首相の側近議員は、 政治資金規正法改正に向けた首相の決意は相当固いと語っているが立憲民主党を中心とした野党が補選の勝利で強気に出てくる中自民党主導で法改正を実現できるかは予断を許さない状況となっている6月23日の会期末前には野党側が内閣不信任案を出すことも考えられるある自民党幹部は終盤国会は 政治資金規制法の成立と引き換えにした内閣大臣や不信任案が引き金となっての解散、総選挙すらあり得るとの見方を示しており、緊迫した展開も予想される。以下はネットユーザーの反応をまとめたものです。この選挙の責任は自民党で誰が取るのだろうかこれまで政治と金の問題ですら総裁である岸田首相は、 自らの責任を回避したこの補欠選挙の3連敗で幹事長の茂木氏選対委員長の小渕氏に責任を取らせるというのであれば党内の批判から岸田首相は免れないところがあるまたここで責任を取らされては茂木氏は秋の総裁選への出馬に好信号が灯る可能性もある 岸田おろしは確かにすぐに起きるというものではないかもしれないというのも明確な誰もが認める求心力のあるポスト岸田が存在しない中では岸田おろしを行ったとして誰が総裁になるかが不明であるこのまま首相の外遊を経て通常国会終盤まで岸田氏が政権を担当し続ける可能性もあるしかしそれではこの選挙の責任論から 岸田首相が逃れるとの印象を再び有権者に与えることとなる。それは自民党にとっては好ましくないと言える。予想された通り、補選参拝。いや、当然の結果ということだろう。今回の政治と金の問題は自民党の問題を超えて政治全体の問題になっている。だが、その問題の端緒は自民党から起きたものだ。その自民党が この問題に適切に対応せず、その問題性を深めているのだから、この結果は起こるべくして起きた、当然の結果だ。この問題の核心に迫り、問題解決に向けて、単なる言葉を超えて、具体的に対応、行動すべき、中心人物であるべき、総理、総裁の岸田氏の責任は、特に重い。他方、ポスト岸田が明確でない今の政界において、同志は、 その対応への責務の自覚が乏しい。しかし、この選挙の結果、自民党及び議員はかなり追い詰められ、苦境を切実に感じているはずだ。政治における、新たなる変化や動き、そして混迷が確実に起きるだろう。いいや、少なくとも、そう期待したいし、そうならなければ政治の現状への失望と不信はさらに、深まることになる。 まずは、政治資金規正法の改正です。これをやり遂げずに解散・総選挙はありえずむしろ規制法の改正までは岸田総理の責任の下で行うべきでしょう一方規制法改正の自民党案はぬるいとの声が上がっており与野党協議は難航するでしょう規制法改正に時間がかかるようであればやはりその間に岸田おろしは起きないとの見方は確かにあります 一方でこの補選の責任を幹事長や選対委員長が取るでしょうか確かに党務の責任者ではあるものの首相自ら2度選挙区に入るなどの手こ入れもありました党務としての責任と総裁としての責任どちらが切り出すのかが注目ですいずれにせよ若手中堅にもショックな内容で最近流れた週刊誌報道による議席予測と合わせて 今のまままでは戦えないといとうムードが広が広ります。総裁選までは解散総選挙は難しいとの見方が一気に広がるでしょう補選惨敗は自民党にとって大打撃であろうこの流れを全国に波及させなければならない自民党は長期間政権与党として今まで国政をやりたい放題にコントロールしてきた長い与党のおごりで 自分たちに都合の良い政策を数の論理で強引に通してきた。裏金問題などの不祥事や増税まがいの子育て支援の言い訳言い逃れに追われ、まともに国政が行われているとは言いがたく職責が果たされていない。また、自分たちに都合の悪い政治資金規制法の改正や連座制の導入には後ろ向きである。今回の選挙結果の流れで、 次ある選挙に有権者は積極的に参加してしっかり見極めて英断を下さなければならない。今まで野党よりマシとか言ってこういう政治家、政党を支持してきた国民の責任も大きい。これからは国民の声を無視して自分のことしか考えないような政治家は即支持率を落として辞任させるべき。そうしてより社会や 国民のたためをを思う人を選挙で勝たせるそうしないと政治は向上しない今までと同じことを繰り返していたら同じような未来しか来ない自分は違う未来を見たいからすでに選挙では野党に投票している3選挙区全てで立民党とは思わなかったですが自民にとってはどこよりも立民党に負けたということが痛手ではないか 次期衆院選の前哨戦ともいえる衆院選補選で3選挙区すべてで敗れた自民は次期衆院選の結果次第では与党からの転落もありうると思うこれだけ低い投票率で自民が敗れたということは今の政治に不満を持っている人がどれだけ多いかということの表れだと思う立民はこの結果におごり高ぶることなく 国民に信頼される政治を目指していってほしいと切に願います。